からウェルカムスペースをチェックしに行きます。そこまだ着いてない。どうぞ。ウェルカムスペース、めっちゃいい感じ、かわいい。よかったです。めっちゃいい感じだわ。これ友達に送っとこう。これ絶対みんな嬉しいよ。自分の顔があって。初めてですね、名古屋の。あ、本当ですか？席が全然ないの。しかも結構似てますよね。似てますよね。めっちゃ似てます。そうなんですよ。ここから変わってくるの？いいじゃん、黙ってやりなよ。全部儀式。儀式だって。そのまま左行きます。こっち左で、ホテルだから、はい、これ今から新宿なんだよ。初め様から入って左に行きます。なぜ今から新宿に始めた。普通に取って渡してって感じですね。はい、そうですね。左手同士まずお手を取っていただいた状態で、お示し様からまずお送りいただいて、じゃあ取ったままこう返していただいて、今送っていただくと、ちょっと練習しとこ、練習しとこ。これは上からですか？あ、いや、この手袋は外した方がいいです。手袋しちゃってどうするの？もし、あの、よろしければどうぞ。左手して。緊張してる？ん？緊張してる？うん。緊張してるの？ごめん、まだ。全然してないでしょ。私も全然してない。足は痛いの。足痛い。気持ちを言って、今日の気持ちを。今日の気持ちですか、うん、今の気持ちでしょ、うん、今年に入ってこの結婚式が決まってから、まあいろいろありましたが、この日が来たので、そうですね、サプライズのところがまだ不安なんです。そうです。披露宴でね、サプライズがあるんで、はい、何をしてくれるかもしれない。サプライズをしろって言われて、サプライズをずっと考えて。サプライズで考えるの嫌いなんだよね。だけどね、一緒にいる時間がなかった。サプライズをやる時間が、一人っぽっちになってやる時間がないのに、サプライズしろしろって。ほら、泣かないね。サプライズがだから昨日帰ってくるの遅かったろ。サプライズ、昨日サプライズしろって言われて、渋谷から披露まで歩いてサプライズ練習してました。何そのサプライズ、どんなサプライズ。渋谷から披露まで歩くサプライズって何。ねえ、ブサイクだね。やめな、その顔するの。挙式前にシワまみれになっちゃうよ。でもサプライズこっちでは見れないからな。あ？サプライズだって、あの、これ西野美希チャンネルだからさ。え？披露宴だから、サプライズは皆さん、披露宴はケイチュンチャンネルで見れるので、サプライズが何だったのかケイチュンチャンネルで見てください。ここに入れ込みたいね、サプライズなんか。でも仕方ない、これはメイキングだから。なるほどね。うん、だからさ、気
気持ちはサプライズだけ、うん、正直な話ここまで来たんだから、うん、楽しんで、そうね、見てる側にも楽しんでいただいて、うん、私というよりも美希さんがいい式だったと言っていただけるような正解はやったことが全てなんで、そこで起こったことが全部正解なんで、ああすればよかった、あそこはああだったじゃないっていうことがないような式、そして二次会へと向かいたいと思います。確かにね、二次会もあるから楽しみましょう。西野さんの気持ちは大丈夫ですか？そうですよ、私はあなたですよ、大体私ばっかり聞いて何なの、そう、私の気持ちを聞いて、なあなたはどうなの？私はもう楽しみ、あのすごく大変だったから今日まですごく晴れやかな気持ちすぎて楽しみでしかない。そうでしょ、う緊張っていうか、うん、楽しみ、ワクワクしてます。そうなんです、あなたサプライズを別に何もないんだから。あなた言っとくけどさ、うん、私散々サプライズしてきてますからね、あなたに結婚してから。え、忘れたの？何したじゃん、いっぱいサプライズも。何だ、誕生日とかさ、クリスマスとかさ。あのさ、申し訳ないけど、クリスマスっていうのはクリスマスの日にサプライズでしょ。あなた12月の上旬に今日は何の日だっつってクリスマスですって言われても、それサプライズじゃないの、ドッキリですよ。違う違う、だって誕生日だってさ、ちゃんと飾り付けしてさ、サプライズでバッグ、今毎日使ってるバッグもあげたじゃん。私あなたにサプライズ一回もされたことないもん。ここで見せつけるチャンスだよ、あなたの頑張りを。下手くださいもうそうやって、暇になるからやめな、その顔、涙も出てないんだから。サプライズってなる、悪いな、ね、とにかく私は楽しみなの、すっごい楽しみ。おめでとうございます。行ってらっしゃいませ。
張した？緊張したね。もうさ感動。違うもうあの感動のさところで全部。あんた泣いてた。シュン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 。私鼻水。鼻水？泣いてんのかなと思ったら。鼻水が垂れちゃった。ふざけんなよ、ね、笑いこらえない泣いてるもんだと思って、笑いこらえない、やっべえなと思って。違う違う、じゃあ最初ママとパパの時はうるっとしたけど、うん、もうその後あなたがもうおどおどしすぎて、おどおどじゃない、だったら笑いが奥さんが深呼吸深呼吸って言うから、あの神父さんが緊張されてるのかなと思って。神父さん、牧師さんが、神父さん、私神道さん、神父さんキョロ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 、普通もっと見つめ合って、うん、感動をずっと普通って何、あなた何回かやってる人ですか？ないですけど、なかなかない。初めてやるのになんでそんなのが詳しく分かるの？うるさいとか喋っちゃったりとかさ、ごちょごちょ言うからなのか、聞こえるから。よかったね、みんな、うん、親父がずっと固まってるの、老人形みたいな人から親父が、うちも緊張してる、そうね、聞こえづらいからね、まあまあまあ、聞こえづらいから何言っても老人形かと思って、親父が誓いますもさ、誓いますって言うの知らなかった、はいって言ったの、はいって、誓いますか、はいでいいでしょ、はいってあんま言わないね、誓いますか、大返しが嫌いなんですよ、で言われて誓いますか、誓います、初めてだしね、それ次回そういうことがあったら誓いますって、ないです、もう違い、まあ、はい、でっかい声で、なかなかないパターンですよね、こんな笑いがそんなに起きる、ちょっとなんか新郎さんが緊張しすぎてクスクスはあるけど、あんなみんな笑っちゃう、そんなこと、すごい、まあ、もう見たい、私おどおどぐらい、もうおどおどしてないよ、目合わせないのもずっとどっしりしてましたよ、全然してなかったですよ、新郎さんはおどおどしすぎて、とまもなく行くブーケットするやつ、どこ行くの、そっとこれ投げるの、これはダメ、女子側の方に投げた方がいい、いや独身の人に集まってどうしよう、はい、こうか、次扉トントンってきたら開けます、はい、お品様から行くでお願いします、そうだよ、常にあなたが先ね、
でいるはずだ。パラ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 。はい。なんで私が先にエスコートするエスコートされていいですよ、あなたが座っていてダサいよ、おじさんがエスコートされてあれがおじさんやお兄さんおじさんだろうがちゃんとしろちゃんとやってくださいよ全然やらないもんはいエスケでデータすんなよ3分くらい練り歩くんだよ、ね、何3分くらい練り歩くんだよ、ね、何分でいいよ説明します2分後に入場になります、はい、今日はどうぞよろしくお願いします、はい、楽しくいきましょう、はい、見とけよでも、緊張してるね全然緊張してない おじさんみたいな顔おじさんだから仕方ない話話すよ開けよ